皆様こんにちは、オーボエ奏者の最上隆之です。今回のモガドライブは年末、違う年明けに、インスタの方でねちょっとストーリー載せたんですけど、質問があったのでその質問に答えてみたいなと思って、ます。質問があったのは、オーボエを始めたいと思ってるんですけども、どうしたらいいですかっていうか、どうやって始めたらいいですか、まず最初に何をすればいいですかみたいな質問だったと思うんですね。で、なんかストーリーで質問くれるのもすごく嬉しいですし、そもそもオーボエを始めてみたいって、思ってくれたのが非常に嬉しかったので、オーボエって認知されてきてるのかなと思って嬉しいなと思ってます。でじゃあ先にね、何をしたらいいか、楽器を準備するとかいろいろあると思うんですけど、僕が考える、一番最初にすべきことっていうのは、まず先生を探すってことが一番かなと思います。なぜかというと、先生にレッスンを受けてた方が上達が早いってことですね。どうしてそれを僕が力説するかというとですね、第一の条件にするかというと、僕自身が、一番最初オーボエを始めた時っていうのは、独学で始めたんですよ。完全に独学、中学校3年ぐらいかな、吹奏楽部でオーボエを始めたんですけど、そのオーボエを始めた理由はどうでもよくて、最初にその、先輩もいなかった、学校にオーボエだけはあった、っていう状態で、教則本を見ながら、自分で情報を探して、その時の情報源というのは、教則本だったり、インターネットとかなかったので、バンドジャーナルとかバンドピープルっていう雑誌のそのワンポイントレッスンのコーナーを読んだりとか、あとはそうですね、教則本かな基本的には。でその今みたいにそんな種類もあんまなかったような気がしますね。で海外の方が書いた教則本だったと思うんですけども、それを見ながら試行錯誤したってことですね。なので、それで、そうね、だからすっごい、最初に、考えながらやったってことはプラスなのかもしれないですけど、基本的にね、やっぱり悪い癖が残ってるんですよ。悪い癖がつく、絶対に。その、客観的に見てもらってない状態で自分の頭の中だけで楽器を始めてくると、悪い癖って必ずつくんですね。でその悪い癖というのが、ともするとこういい個性って受け止める人もいるかもしれないですけど、基本的に、それがプラスになる時もあればやっぱりマイナスになる時もあるんですよ。僕ね、オーボエ始めても30年以上経ってますけど、その一番最初に始めた時の感覚とか癖っていうのはすごく残ってるんですよね。その息の入れ方とか口の形とか、しかも僕他の楽器からチューバからこうオーボエに変わったので、その息に対する入れ方とか抵抗とかっていうのは、なんて言うんだろう、やっぱりわからないですね。そのオーボエって独特なんで、息が入らない楽器なんで、どのくらいの息の量を使っていけばいいのかとか、これは息を入れすぎなのだろうかとか、息を入ってくる量ってあんま変わんないんですけど、そのイメージとしてですね、なのでやっぱり客観的にちゃんといい楽器の鳴り方になってるかどうかっていうのを先生にちゃんと見てもらってた方が、必ず上達が早い。で、
なのでまずは先生のレッスンを受けるっていうことを前提にオーボエを始めるのがいいと思います。で、まあオーボエっていうのは、まあ、よく楽器紹介でも言いますし調べれば分かると思うんですけど、リードという厄介なものが、まあ、一生つきまとうわけですよ、オーボエを吹いてる限り。で、リードも、まあ、楽器専門店に行けばダブルリードのね、オーボエ専門店とかダブルリード専門店とか行けば大体リードが選べるんですけど、試奏して買えるのかな、うん、そのねリードの選び方も分かんないんですよね、独学だと、うん、でリードがいいリードと悪いリードの違いも分かんないんですよ。これね結構大きいんですよ。目の前にリードがあって、これリードがいい状態なのか悪い状態なのかって初心者っていうか始めたばっかりの頃って絶対分からないんですよ、うん、重いとか軽いとか、まあ、それぞれ感覚があるんですけど、例えば古くて全く振動しないリードを吹いてる可能性があるわけですよね、一番最初に。それがそのベーシックの感覚になってしまうとその後すごく難しいでしょうし、逆もしかりで、そのリード、このリードだったらちょうどいいよとか、このリードは重いよとか、このリードは軽くてちょっと不安定だねとか、そういう、プレイヤー目線のアドバイスをしてくれる人っていうのが僕は大事だと思うんですね。なのでまずちょっと先生に習うってことをお勧めします。僕はその独学の後に、先輩の紹介で、プロオーケストラの先生を紹介していただいて、仙台フィルの当時仙台フィルの鈴木先生という方のレッスンを最初に受けたことが、まあちゃんとオーボエをレッスン受けた最初だったんですけど、まあ衝撃でしたね。その先生が使ってるリードとか、もちろんそれ普通に楽器店で売ってるリードだったんですけど、先生がその場で削ってくださって、まあ、自宅レッスンだったので、いやそれでこれどうこれどうみたいな感じで、リードをこう、まあ、譲っていただいたんですけど、うわこんな吹きやすいリードあるんだみたいな、とかそのレッスンで指摘してくださることが、まあ、やっぱり無意識で楽器いじってる状態から意識をするっていうことを覚えさせてくれるわけですよね、その指の動きにしても何にしろ。まあすごい衝撃受けたんですよ。だから絶対に、もちろんね一人でやって上達する楽しみもあると思うんですけど、本当もし若い時に始めるんであれば、まあ若い時というかまあ、大人でも一緒かな、やっぱり最初先生に習うっていうのは大きいと思います。ぜひまず先生に、オーボエの先生にちゃんと習う、うん、でこっから先がまた重要なんですけど、オーボエの先生をどうやって探すかってことは誰に習うかってことだと思います。でこれは僕が若い頃の情報、今はどうなのかわからないですけど、まず、オーボエ奏者として活動されている方、プロの、ね、方たくさんいらっしゃると思うんですけど、僕が当時言われたのはオケの先生に習いなさいと、要するにプロのオーケストラ所属してる先生に習いなさいっていうふうには言われたんですね、その学校の先生に。まあ、今となっては理由が分かるんですけど、なんですけど、こうプロのオーケストラの所属してるオーボエ奏者っていうのは、基本的にその何だろう、給料をもらって、まあ、プロのオーボエ奏者としてやってる先生方は、オーディションを受けて、オーディションに合格してそこの団体にいるんですね。なので、まあ、実力があるというふうに言われて、まあ、実力がある、自分の立場でこういうのもちょっと恥ずかしいんですけど、まあなのでプロのオーケストラの先生に管楽器は特に、クラシックだってあれば
習うのはまあ上達も早いというかかなと思うんですよ。まあ実際各地のプロオケの先生に習ってれば問題ないってよく言われましたよね。僕も地方というか、まあ仙台だったので仙台の先生習えたのはすごくラッキーだった。で、じゃあプロオケ以外の先生はダメなのかって言ったらそんなことは全くなくて、もう素晴らしいレッスンをされる先生がたくさんいらっしゃるんですね。で、例えば音楽教室の先生だったり、フリーランスで活動されている先生だったり、例えば音大生、芸大生だったり、いろいろレッスンをしている人はたくさんいると思うんです。で、その先生方を見つけるっていうのも、すごく大事なんですね。で、ここで一番大事なのは、どういう先生かっていうのがちゃんと分かると本当はいいんですけど、例えばインターネットで先生を探そうとしたら、オーボエ教室って入れると思うんですけど、そうすると多分ね、オーボエの、僕今調べてないですけど、いろんな音楽教室がパパパパって出てくると思うんですよね。まあそれで音楽教室でオーボエがある、オーボエをレッスンしてる音楽教室を探してレッスンを受けるって手もあると思いますし、それ以外だと、個人で活動してる、フリーランスで活動してる先生方を探すっていうのもあると思いますね。基本的に、オーケストラの先生方っていうのは、まあ、演奏活動が忙しいんですよ。なので、あまり生徒を取ってないっていう人もいます。僕も、まあそうね、僕は全くほとんどプライベートのレッスン生取ってなくて、本当少ないですね。生徒たくさん募集しますっていうことでもないんですけど、なので自分がこう演奏活動と並行して、重きはこう演奏活動なので、レッスンをメインっていうことではないんですよね。なのでなかなかそのプロオーケストラの先生のレッスン枠に自分を入れてもらうっていうのはもしかしたら難しいかもしれないんですけども、そこに入るためにはやっぱり、熱量、先生に習いたいですっていう気持ちがあるかどうかっていうところはすごく大事かなと思いますね。でコンタクトの取り方なんですけど、そのインターネットで、コネクションを取る、今ね簡単にできるんでね、僕最初の頃はやっぱりその大々先生の紹介とかいう感じだったから、時代が変わってきて便利になってんだなと思いますけどね。だからもし自分が習いたいなっていう先生がいたら、失礼のないようにコネクション、コンタクトを取るっていうのはすごく大事だと思います。大事なのは本当失礼のないようにっていうね、ちゃんと名前を名乗って、本名でね名乗ってレッスンをしてくださいって申し込むのは、まあ、礼儀かなと思いますね。時々ね僕のとこにもね DM 届くんですけど、レッスンしてくださいとか質問とかね来るんですけど、そうね、答えてもいいなって思う質問ってなかったりするんで、そういう時は答えないですよね。やっぱ礼儀はまあ大事にしてほしいなと思います。ちょっと話それましたけど、で先生を見つけるっていうのは大事ですね。であと、大事なのは、さっきも言ったんですけど、そのリードに関してやっぱり、先生がいると安心です。このリードは、いいよとか悪いよとか良くないよとか教えてもらえるので、で先生によってはやはりその自分のリードを譲ってくださる先生もいると思うんですよ。で、これ結構、まあ、当たり前のことなんですけど、その先生のレッスン受けてると、楽器屋さんで買うよりも
多少安くその完成リードは買えるんですよ。まあ、だからまあマージンがないからだと思うんですけど、で個人レッスンもしくは楽器店のレッスンとかだと多分目の前で、リード削ってくれたり調整してくれたりするんですよね、レッスン時間の間に。なのでやっぱり先生に習った方が、間違いなく、いいと思います。僕なんかも時々こう、レッスンをしてると、あ、これリード絶対良くないなみたいな時分かるじゃないですか。てか分かるんですね、プロの先生は。そうするとちょっとリードこういう方がいいんじゃないとか、他のリード持ってないとかやっぱ言えるので、なので生徒側としたら、あ、今リード良くないんだなっていうのが分かるのっていうのは実はすごくオーボエ奏者にとっては大事なことで、悪いリードをとか古いリードを、一生懸命吹いてるほどこう上達の妨げになることはないと思うので、根本的なことからもうおかしなくなってしまうので、やっぱりちゃんと先生に習った方がいいのかなと思います。とにかくね、僕は本当に最初独学でやって苦労したんですよ。未だにその抜けない癖もある、なのでぜひオーボエを始めたいという方には最初にちゃんと先生を見つけるっていうことが大事かなと思います。で、どうしても例えば、近くに先生がいないとか、誰か先生紹介してほしいとか、インターネットの情報はもしかしたら全部嘘かもしれないとか、いろんな考えがあると思うんですけど、先生が見つからないっていうことでこう悩んでる方がいらっしゃったら、ツイッターとかでも構わないので、まあインスタでも構わないんですけど、ぜひ連絡してください。DM で、コメントじゃなくて DM でお願いします。それで、いい先生、例えばちゃんと自己紹介をしてくれて、この場所でこういう先生いないかどうか探してますということをくだされば、僕の知ってる先生を紹介することができるかもしれません。僕がその信頼できる先生がいればですけど、あとはそうね、まあ紹介してレッスン行ってもらうってことはできるかなと思います。ただ紹介するにも責任があるので、本気でレッスンを受けたいっていう人だけDM をしてください。それと、どうしても先生が見つからないってなった場合は、まあ最近のコロナ禍でオンラインレッスンっていうのもいろいろねあったと思うんですけど、僕自身もちょっとオンラインレッスンを、やってるんですね。これまああまり公にはしてないんですけども、まあこれで公になっちゃうのか。Zoom かな、Zoom を使ったオンラインレッスンをしているので、もし興味がある方は、そのオンラインレッスンのお問い合わせもしてみてほしいなと思います。これね、僕がこう Zoom でやりだしたわけっていうのは、まあ、とある場所 に行った時にレッスンする生徒さんがいたんですけど、まあ、なかなかやっぱり頻繁に行けないし、その行くためには交通費がかかるわけですよ。で、例えば生徒さん一人で僕の交通費を負担するってのはまあ無理な話で、まあそれも大変だし、でもやっぱり熱心な生徒さん見てあげたいなって僕は思うんですよね。で、その時にちょっとでもやっぱりアドバイスができれば、もちろん Zoom ってこう音の環境が良くなかったり、電波の都合で全くうまくいかないことはあるんですけど、Zoom を使ったレッスンとか、あと動画を使ったレッスンをしてます。要するに、まあそれは詳細は、問い合わせいただければお答えしますので、ちょっと普通のオンラインレッスンとは違う形なんですよね。これちょっとお互いの空き時間を利用して、オンラインレッスンというかウェブレッスンというのかな、
同時ではなかったりするんですけど、まあ、やり取りをしながら、動画とかのやり取りをしながらレッスンをするっていうことをやってますので、もし本当に先生がいない、ただ絶対対面レッスンの方が絶対いいんですよ。それは間違いないです。オンラインレッスンずっと受けてるよりは、ちゃんと対面レッスンで先生の音を間近に聞いて、その響きをイメージを作るっていうのはすごく大事なので、対面レッスンをぜひ受けてほしいなと思いますね。いろんな先生の、いろんな先生とか先生を見つけて、なのでとにかく先生を探すっていうのが一番最初にすることかなと思います。で、本当に見つからなかったら連絡いただければ、この先生素敵だと思いますよっていうのはいくらでも紹介できるので、とにかくね、自分がこの先生に習いたいっていう、この先生の音が好きとか何でもいいんで、熱量を先生に見せるっていうのが大事かなと思いますね。これね、誰でもいいですみたいな誰でもいいんでちょっと俺覚え始めたいと思ったんですだと、多分ね、こうその熱量も伝わってしまうっていうかなので、ぜひその本当に自分がこの先生に習いたいっていうのをね、先生を探してみてください。それだけでももしかしたら楽しいかもしれないですね。面白いですよ。例えばオーボエ奏者の先生がこう出てきたとすると、あ、この先生素敵だなって思ったら、まあいろいろ検索できるわけですよね。動画も出てくるし、その人のプロフィールも出てくると思うんですよ。でそうすると、あ、自分が素敵だなと思った先生は、オーボエ奏者の人はこの先生に習ってるんだとか、あ、この先生とこの先生が教えてたんだとか、あ、こういう経歴なんだっていうのが、わかると思います。で、それで調べるのも楽しいでしょうし、で、先生にコンタクト取るのもね、ドキドキするでしょうしね、まあいいと思います。ぜひ、ぜひ個人の先生、プロの先生のレッスンを受けてほしいなと思います。本当大事なのは、プロの先生のレッスンを受けることです。アマチュアの人が悪いとかいいとか悪いとかじゃなくて、プロの演奏家、ちゃんと演奏活動してるオーボエ奏者の人だと、まず上手いです、間違いなく。演奏で仕事してる人っていう人は、下手だと仕事来ないんで、ぶっちゃけ。だから演奏してるってことは、演奏の仕事をたくさんしてるってことは、ある程度上手な人だっていうのがそこで保証されるので、どんなね、いろんな先生たくさんいますけど、ぜひ上手だなと思う先生、演奏活動してる先生を探してほしいなと思います。それと、レッスンプロの先生もいらっしゃいます。で、レッスンプロの先生は、レッスンプロっていうのかな、分かんないけど、本当教えるのが上手なんですよ。その方がそんなに演奏活動してなかったとしても、本当に教えるのが上手くて、生徒さんがすっごい育ってるっていう、そういうプロの先生もいらっしゃいます。これね本当こっちもねすごいなって思うんですよ。その本当になんか生徒さんが育つ、だから生徒を伸び伸び吹かすのか、生徒さんのその癖を見抜いてパッと指摘するのかわかんないですけど、本当にすごい、レッスンプロの先生もいらっしゃるんですよね。本当尊敬しますけど、そういうその洞察力っていうのかな、観察力がすごい ある先生っていうのは、まあ演奏活動してなくてもレッスンでその生徒をすごく育てるっていうのが上手な先生もいらっしゃいますし、なのでね、本当いい先生に当たるといいなっていうか、いい先生が見つかるといいなって思いますね。これね、本当ね、最初に習う先生で結構人生変わるかもしれないんですよ。で、例えばこれよく聞くのは、例えば頭の中でいくらこう泳ぐイメージを
作っても実際泳がないと泳げないっていう話あるじゃないですか。だからまさしくそれで、楽器もちゃんと本当にちゃんとイメージを作ることも大事なんですけど、やっぱ実際楽器を持って吹いてみないと、それを聞いてもらわないと、分かんないことたくさんあると思うので、ぜひね、レッスンを受けて先生に指摘してもらってほしいなと思います。まあ、オンラインレッスンも含めてね、僕のオンラインレッスンも含めて興味ある方はまた連絡してほしいなと思います。でじゃあレッスンを始めるために、じゃあ楽器はどうするんですかっていう話があると思うんですけど、まあそれはまた次回、これもすぐ動画撮ってみたいと思いますので、そちらも楽しみにしててください。というわけで今回のモガドライブは、オーボエを始めるにあたってまずすることをちょっと話してみました。というわけでではまた次回、ありがとうございました。さようなら。